あの DJ ソーダさんのね、痴漢騒動ですか。あれなんかいろいろと実はめちゃくちゃ闇が深いんだなっていうところに来てますけどね。単なる痴漢騒動っていうだけの問題じゃなくて、まあ、いろんなことがあるんだなっていうところが見えてきたなっていうところがあって、まあ、その鍵を握ってったのが DJ 市議って言われる添田しおりさんっていう人ね。それがまあ YouTube でも言ってるんですけどね。その人は前から指摘してたんですよね。この人も DJ をやってると。泉南市っていうところで開かれたイベントですよね。ミュージックサーカスでしたっけ？前からやってたと。それを運営したのはトライハードジャパンですよね。トライハードジャパンっていうのは、今回も刑事告訴するとかね、いろいろ、DJ 相談側に立って、自分らのね、その警備とか運営のミスは棚に上げてですよ。一言の謝りもなくですよ。触った人を、刑事告訴するとか騒いでるっていう DJ 相談と一緒になってね。このやっぱトライハードジャパンっていう会社自体を、もともとこの添田さんは、泉南市の DJ 市議さんはね、添田さんは問題視してた。トライハードジャパンってのは一体どういう会社なのかというと、中国系企業なんですよね。中国の企業。しかも、その中国系企業に多額の公金が流れてると。泉南市から。まあ、約1億円の公金が流れてる。それはもう国民の税金ですからね。で、なぜそんな流れるのかというと、維新の会とズブズブだからっていうことですね。だからここにも維新が絡んでるわけですよ、そもそもが。これですね、泉南市が手掛ける地域活性化事業には国からの地方創生推進交付金が充てられます。その交付金に、を元手に、泉南ロングパークで開催するイベントについて市は、トライハードジャパンに業務委託の随意契約を結んでいる。随意契約っていうのは、いわゆる入札じゃなく、そのまんま直で契約して渡すっていうね、よくわかんない契約。しかも中国系企業なんですよ。しかも、このトライハードジャパンっていうのは、中国、まあ、社長は中国人ですけど、役員の中には韓国人もいるんですって。その韓国人は、朝鮮学校なんかに、お金を出せと騒いでるような人も入ってると。結構ね、根が深い、闇が深いんですよ。そこに DJ ソーダが出てきて、触られた触られたっていう話をしてて、すり替えのように露出が激しいから、触られた、そんな理屈は通らないとか、日本は痴漢国家だみたいなすり替えの話をどんどんされてますが、まあ、落とし入れられてる感じはありますよね。でもそもそもはそれを引き起こしてるのは、まあ、外資の、まあ、中国系企業、しかも韓国系のいわゆる反日系の人たちですよね、が入ってるような企業であり、反日系の DJ が騒いでると。で、しかも添田さんはこのイベント自体に行ってたらしいんですが、客席まで降りてきて、ああやって体突き出して客席の前まで行ってんのって DJ 添田さんしかいないらしいんですよ、3日間やってる中で。他の人たちはちゃんとステージ上で普通に演奏して普通にライブをやってるんだけど、なぜか DJ 添田さんは下まで降りてきて体突き出して客席の中に突っ込むような形にあって、触られた触られたって言ってる。まあそういうところもどうなのっていう。ここの会場っていうのはなんかすごい暑くて、みんながベロンベロンに酔っ払ってるような状況だったらしいんですよ。で、そこに近寄ってったらどんな状況になるのかっていうのは分かってるだろうと、ソーダさんが言うにはね。まあ DJ ソーダさんっていうのは年ごまかしてると。40ぐらいだって。まあ年齢を自分では言ってないけど、その40ぐらいのね、もうベテラン選手がね、盛り上がってる中に自分がね、突っ込んでったら、まあどういう風な状況になるかなんて分かってんだろうって話ですよね。それが、昨日今日デビューしたアイドルが、もみくちゃにされました、触られましたって言うんだったら分かるけど、最初から分かることを自分でやってて、それって自己防衛があまりにもずさんすぎるんじゃないのっていう話もして、それもそうだよなと。まあだから、プロの DJ の人たちがみんなそれを言ってるので、いかがなものかなっていうところはものすごくありますよね。しかもどんどんこのトライハードジャパンっていうのを探っていくと、結構やばいんですよね。エクシアっていう会社がスポンサーに前はついてたと。エクシアっていうのは、
問題を起こした会社ですよね。2023年2月に駅舎合同会社に出資した259人が、総額約32億4600万円余りの損害賠償訴訟を起こしたっていう、まあ、だから投資詐欺をしたっていう会社ですよね。投資詐欺ではないかと問題視されていると、まあ、そこがスポンサーになってたりするわけですよ。そしてそのエクシアっていう会社は松浦大輔さんっていう人がやってる、まあ、要は聴導員大角さんの息子さんですよね、日本最後のフィクサーって言われる聴導員大角さんの息子さんがやってるっていう会社で、松浦大輔さんはあの IR 事業でね、一回逮捕されてますよね。あの IR 汚職ってやつですね。秋元議員と一緒に逮捕されてるっていう、結構いわくつきの人、怪しい人なんですが、聴導員大角さんは日本維新の会の発足の時に、もともと担いだというか、全面的に協力した、まあ、やっぱフィクサーなんですよね。だからそういう面で、かなり、ここは利権がうごめいてるところですよね。このイベント自体も。最初からだから問題視されてる。その DJ ソーダさんの、単なる、セクハラ、痴漢騒動。まあ、だから そこだけの問題ではなく、かなりここは闇が深いところをついてるなっていうところが、ちょっと分かってきたなっていうところですね。